皆さんこんにちは、ジェイナでーす。今日はじゃーん、成城石井のスイーツをいろいろ食べていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日は成城石井のスイーツです。私にとってね、成城石井はちょっとプチ贅沢感、プチご褒美感を感じたい時に行くお店ですね。例えば今日給料日とか、あとは今日いいことがあったとか、あとはね、やっぱね、コンテスト終わった後、減量が終わった後、それとか減量中のチートデーとか、今日は美味しいものを食べたいって思った時に行きたいお店です。とはいえですね、今日ちょっと久々ですね。でね、この間テレビでねやったんですよ、成城石井のスイーツ。それ久々に食べたいなと思ってちょっと火がついてしまいまして、今日は久々に成城石井のスイーツを堪能したいと思います。はい、じゃあこちらからいきましょう。生プレミアムチーズケーキ、これね、私ね知らなかったんですけど、成城石井のスイーツといえばもう看板商品の一つとしてプレミアムチーズケーキっていうね、チーズケーキがあるんですよ。こういうあのね、パウンドケーキみたいな、あの四角い形をしたチーズケーキなんですけど、それね大きいんですよ、サイズが。基本はあの何人かでシェアして食べるような大きさ。ま、私とかだと1個食べちゃうけど、でもやっぱりサイズ大きいじゃないですか。これね、そのプレミアムチーズケーキのカップケーキ版、こんなの出てたんだ、私知らなかったんですよ。はい、蓋開けるとこんな感じ。これもまさにね、もう見た目は通常サイズのプレミアムチーズケーキそのまんまですね。で、断面がこんな感じになってます。最高、おいしい。濃厚なチーズケーキの生地にホイップクリームと、上にこのクランブル状のね、クッキー生地のようなものが乗っかってます。で、この生地の中にね、レーズンが入ってるんですけど、それもね、ちゃんとこれ入ってますね。もうこのザクザク感が最高。上のこのクッキー生地ももうこのふんだんに乗っかってて、で、中のね、レーズンもゴロゴロ入ってるんですよ。私ね、レーズンあんまり好きじゃないんだけど、もうこのケーキの中のレーズンは、ね、全然気にならないですね。もうむしろその食感がいい。あ、もうね、バケツ一杯食べたい、これ。本当に美味しい。いや、だからね、危険なんですよ。あの普通の通常サイズ。大きい、大きいって言っても、ほんと食べちゃうから。もう美味しすぎてね、ペロッときちゃうんですよ。だからね、危険なんですよね。だからこのくらいのサイズがね、歯止めが効いていいです。で、次これなんですよ。これもね、私知らなかった、もっと早く食べればよかったと思ってたんですけど、これ商品名言いますよ。生プレミアムチーズクロワッサン。つまり、あの生プレミアムチーズケーキの生地が中に入ってるクロワッサンだったんだって、私知らなかったですよ。これこういうね、商品が冷蔵ケースに並んでるのは知ってたんだけど、ただのあのクロワッサンの、まあ、チョコレートがかかってるクロワッサンだって思ってたんですよね。美味しそうだなと思ってたんだけど、食べたことなかったんだけど、商品名ちゃんと見て、あと商品ポップをちゃんと見てびっくりしました。これちょっと今日は絶対食べようと思って買ってきました。はい、見て、やばいでしょこれ。この中にあのチーズケーキが入ってるんですよ。でるん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 でる、うー、すごい、やば。はい、断面はこんな感じです。美味しい。これだって上のチョコレートがまず美味しいですよ。で、こ
このクロワッサン生地のこのバターが染み込んだ感じのじゅわっとした感じ、若干しっとりなんですよね。ただ冷蔵ケースで冷やされてる商品だからちょっとねひんやりしっとり系で、中にこのあのチーズケーキの生地がたっぷり入ってるんですよ。チョコの風味もあるし、チーズの風味もあるし、そしてこのクロワッサンのしっとりとはいえサクサク感、もうね食感も味ももう最高ですね。美味しいものばっかり詰まってる感じ、まあ、もうめちゃくちゃ贅沢なクロワッサン。やばいやばいやばい、もう幸せ。まあチョコレートの風味が結構強いんでね、あのプレミアムチーズケーキのあの風味っていうのはやっぱりそれ単体の風味っていうのはやっぱり薄れちゃうので、あの味は好きなんだ、しっかりあれを味わいたいんだって方は普通のケーキの方がいいと思うんですけど、これやっぱねチョコレート好きの人はねこれぜひね試してみてほしいですね。いやもうこれ美味しい。プレミアムチーズケーキがたっぷり詰まったクロワッサン、上にかかってるチョコレートも最高です。ぜひこれまだ食べてない方試してみてください。はい、では続きましてこちらです。クレームダンジュあまおういちごジャム入り。成城石井にあまおういちごのジャムめっちゃ人気なのがあるんですよ。それが入っているクレームダンジュです。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これもね私食べたことない、今日初めて食べます。はい、中にはですねこんな風にこの布で包まれたチーズケーキですね。もうこれ包まれちゃってるだけでもう美味しそうですよね。はい、中こんな感じ、めっちゃ美味しそう。美味しい。ジャムが美味しい。いちごジャムがやっぱ美味しいですね。これ多分クレームダンジュ自体も美味しいんですよ。ただねこのいちごジャムの美味しさがすごい際立っていて、そっちが目立ってる。あ、やっぱりこれねいちごジャムがないところを今食べたんですよ。いちごジャムがないところだけ食べるとすごいチーズのコクと香り感じられるんだけど、いちごジャムが入ってるとこ食べるともう全部口の中がねいちごワールドになるぐらいいちごの風味が強い。私が食べたとこがいけなかったのかな。ちょっとねいちごジャムのところをすごく選んで食べちゃったから、ちょっとジャムが入ってるとこ、あ、この方がいい。ほどほどにいちごが混ざってるところ普通に食べた方がいいですね。コクのあるチーズの風味と甘酸っぱいいちごのジャムがとてもよく合います。これもぜひ試してみてください。はい、じゃあここからご紹介するこのカップ3種類はね、私はもうね食べたことがある大好きな商品です。これはちょっとまとめて3ついきましょう。はい、じゃあまずこちら焼きプリンですね。もうこれ定番商品です。これすごいねシンプルなんですよ、味が。またそれがいいんですよね。シンプルイズベスト。もう余計なものが何も入ってないのがねすごくいいです。綺麗な一色です。そして断面はこちら、下側にカラメルが入ってますね。で生地は固めです。しっかり固め。本当にシンプルなんですよ。もう混ざり気なしというか余計なもの一切入ってない。もうプリンを作るために必要なものだけをシンプルにまとめましたって、そんな感じです。もう本当に卵の香りが強いです。でちょっとカラメルと一緒。カラメルがねほろ苦いんですよ。それがねこの固めの卵感の強いプリンとすごくよく合います。久々に食べた、美味しい。はい、でお次はこちらですね、モーモーチャーチャー。これあのセブンでねモーモーチャーチャーが出た時にお話ししたんですけど、私がもうこのモーモーチャーチャーという言葉を覚えたのはこの成城石井のこの商品です。はい、こんな感じでねこう分かれてます。これを中に入れまして混ぜるんです。ごちゃ混ぜっていう意味だそうですよ、モーモーチャーチャーって。でちょっとお餅も入れましょうか。はい、こんな感じで混ざりました。私はですねあのごちゃごちゃ混ぜてるのすごい好きなんですよ。ご飯も混ぜご飯が好きだし、このアジアンの味付けがいいですね。
ココナッツの効いた、うん、でこれ中にねお芋とかお豆さんとか入ってるんですけど、このお芋の甘さだったり豆のちょっとあの塩っ気だったりね、このアジアンテイストの味付けと合わさってね、とっても美味しいです。お餅、うん、白玉もっちもちで美味しい。はい、でこちらはコーヒーゼリーですね。はい、こういう作りなんですよ。この、ね、ミルクゼリーのような中にコーヒーゼリーが埋まってるのがね、また見た目もおしゃれで美味しそうですよね。でね、これも生地固め、しっかりめのコーヒーゼリー、そしてこのミルクゼリーもコーヒーゼリーもしっかりめです。うん、あのゼリーってやっぱあのつるんととかドゥルンとしてるのもいいんですけど、ちょっとやっぱね私としては食べ応えがないので、こういうあのしっかりめのね生地が好きです。ゼリーといえど食感しっかりの、味付けしっかりのものが好きですね。このね周りのこのねミルクゼリーというか、あのコーヒーフレッシュの味ですよ。だからもう本当にあのコーヒーゼリーの上にフレッシュをかけたあの味です。一緒に食べた時にこれがね美味しいんですよね。うん、これ1個食べると結構食べ応えがあるの で好きです。よく買います。はい、じゃあ最後ですね、これもね私食べたことなかったんですけど、成城石井のなんかおすすめスイーツとかいう記事の時にはこれ必ずこれ上がってる商品ですね。気になってたので今日買ってきました。和三盆ポルボローネ。あ、個包装じゃないんだこれ。中にこんな感じでもう直接入ってますね。あー、ホロホロだ、ホロホロクッキー。いや、あのね、どの記事を見てもね、そのホロホロした食感がって書いてあるから、ホロッとクッキーだと思ってたんだけど、思った以上にホロッとだった。ほんとにね、口の中で崩れますよ。あー、で、だとね、風味が優しい、バター感、砂糖感あるんですけど、いい塩梅で味わえます。これまた止まんないお菓子だ。うーん、和三盆ポルボローネ、これねスペインのお菓子だそうです。ぜひこちらもまだの方食べてみてください。はい、ごちそうさまでした。久々に成城石井のスイーツたくさん食べて幸せでした。今日ね改めて思ったのは、やっぱりあの生プレミアムチーズケーキは美味しいなと思いました。やっぱりロングセラーには訳があるなっていう感じですね。もう本当にね貫禄の美味しさでした。あのまだ食べたことがない方、ぜひあれはね一度は食べてみてください。そしてそのプレミアムチーズケーキが中に詰まったクロワッサン、あれも美味しかったです。で上にかかってるチョコレートがまた美味しかった。なのでチョコレート好きな方にもおすすめです。もうね、うちね結構成城石井すぐそこにあるんですよ。ポッと買いに行けちゃう場所にあるんですよね。ただ普段はやっぱりちょっとプチスペシャル感があって、何かないとあんまり行かない場所なんですけど、今日改めて食べちゃったんでね、美味しいことをちょっと再確認してしまったので、ちょっとまたちょこちょこ行ってしまいそうですね。ぜひ皆様もお近くに成城石井ある方は行ってみていただきたいですし、あの今日ちょっと紹介した商品全部が取り扱ってはないですけど、あのウェブでも購入できますので、ぜひあのお近くにお店がない方はそちらも見てみてください。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーラでした。